はい、everyone. This is Toki. サナピアという女性がいらっしゃいました。彼女は1895年頃に生まれたと言われていて、1979年にお亡くなりになっております。最近までご存命だったそうなんですが、彼女はアメリカの先住民族、ネイティブアメリカンのコマンチ族に生まれたんです。サナピアはイーグルドクターと呼ばれていて、さらにはシャーマンとかメディスンウーマンって言われていて、精霊の声を聞いて病んでいる人々を癒してあげる、そういった役割をしていた女性で、まあ、アメリカの学生によってちょっと調べられた女性でもあるんですけれども、その彼女がネイティブアメリカンのコマンチ族に生まれたんですが、コマンチ族は一説によると最強の部族、強い部族と言われております。コマンチ族の起源をたどることは不可能と言われておりまして、まあ、伝説によりますと現在のアメリカワイオミング州に最初にコマンチ族の起源が出現したと言われているそうなんですが、イエローストーン川っていう川とプラット川っていう川の間で出現したと。で、大きなグループだったそうなんですが、意見が合わなくって2つのグループに分かれたそうなんですね。で、分かれて1つのグループは北へ向かいました。そのグループはやがてショショーニ族として知られるようになります。もう一方が東と南に向かい、そこでも細かく分かれたんですが、大まかにコマンチ族と言われるようになりました。そのコマンチ族に生まれたサナピア、実はキリスト教に改宗しておりまして、お父さんも改宗したそうなんですが、サナピアのクリスチャンネームがありまして、メアリー・ボアヘビティと言います。で、コマンチ族のお父さんデイビッド・ボアヘビティ、本当の名前からアメリカっぽい名前に変えてるんですよね。で、さらにコマンチ族の中でもいくつかの部族が分かれていて、コマンチ・アラパホ族っていうところに生まれたお母さん、この両親の間に生まれてるんですが、なんと11人子供を生まれていて、サナピアはその6番目でした。5人のお兄さんがいて、3人の弟がいて、妹が2人いたと言われております。コマンチ族の言い伝えによりますと、夜眠っている時に夢を通して超自然的な存在から力を得ることができると信じられていたそうです。で、サナピアのお母さんとその母方のおじさんは共にそのシャーマンだったんですね。で、その11人いる子供の中でサナピアがその能力を持っているということを見抜いて、サナピアに独自に教育を施していくわけです。さらにお父さんの方の祖父、おじいちゃんはなんとコマンチ族の酋長を務めたほどの地位にあったそうです。さらにお母さんの実際のお兄さんがコマンチ・アラパホ族の酋長だったそうです。ですからもともと地位が高い家系なんですね、コマンチ族の中でも。それでそのメディスン・ウーマンの役割が与えられているわけです。で、お母さんとお父さんは、結局お父さんはキリスト教徒になり、お母さんはそれを全く信じなかったため、まあ、離れて暮らしてるんですけれども、サナピアはお母さんと共に暮らし、お母さんとおじさんからそのメディスンウーマンになるための修行を受けてるわけです。そしてメディスンウーマンとしての彼女が始まるんですけれども、7歳の時にオクラホマ州南部にありますキャッシュクリークミッションスクールっていう学校に通い始めます。この学校には幾人か白人の子どもたちもいて、そこで初めて白人と接することになるんですけれども、まあ、夏休みになるとメディスンウーマンになるためのトレーニングをするわけですが、14歳になったサナピアは学校を終わりました。自分からもう学校で学ぶことはないと。で、14歳で学校終わって、あとはお母さんやおじさんから勉強するんですね。つまり植物をたくさん取ってきて、その植物を使えるようにするため、薬にどのようにこの植物はどんな傷に効くのかとかですね、この植物の薬の面をずっと勉強していくわけです。そして3年たち17歳になったサナピア、すべての技術を身につけていたそうです。そのメディスンウーマン、イーグルドクターは手と口がとても神聖なものと捉えており、その口からワシの卵を飲み込むというイメージをして、まあ、実際飲み込むわけではないんですが、それを手に入れてワシの力でみんなを癒していくということになってるんですね。さらに4日間最後の孤独な瞑想が始まるわけです。なんと山にたった一人で4日間
座ってですね、岩の上にずっと自分と対話するわけです。自分の体内の中にある心の中とずっと向き合って、自分の声をコントロールできた時こそ他人を癒すことができるんだと。で、これはとっても怖いんですよね。アメリカの山っていつクマが出てくるかわからない、ライオンとかジャガーとか、とにかく未知の生物で溢れているので、たった一人座ってると襲われるんですよね。で、サナピアは後で、ずっと後になって告白してますが、夜になるとこっそり降りてきて、その家のすぐ近くで寝泊まりして、朝お母さんたちが起きる前に山に戻ってたって言ってますね。あまりにも怖くて、これは後々サナピアがこの心の弱さ、自分の弱さがとても嫌だって言った言葉につながるんですけれども、でもそれでも自分の命が危ないと、この4日間のたった一人の瞑想期間中に殺されてしまったイーグルドクターたくさんいて、それはその人のそこまでの運命だ、受け入れなさいっていうすごく過酷なものだったそうです。それでもすぐにイーグルドクターとしてデビューしたわけではなく、彼女はなんと3回の結婚を経て、いろいろあって苦労して3回の結婚の間に子供たちもできてるんですが、やがて本物の夢を見るようになり、しばらくなったってですね、だんだんと年老いていくんですが、そこになって初めてシャーマンとしての活動を始めたと言われております。そのサナピアにはペヨーテと彼女が呼んでる精霊がついてると本人は言っていて、3日間患者の傷を治すためありとあらゆる植物で治していくんですけれども、あるいはこう煙を焚いたりしてこう悪霊を追い払うっていうことをやるんですが、それでも治療で効果がなかった場合、サナピアは瞑想しペオーテを呼び、そのペオーテをかましてこうそのペオーテのお茶を飲ませるっていうんですよね。よくわからないんですけれども、でこのシャーマンとしてはですね、患者から自分のところに来ない限り治療してはいけないという厳しい掟もあって、自分からは何にもしてはいけないんですね。ところが患者が来た時にはきちんとその患者に合った治療しなければいけないと、そういった一生懸命なんていうんですかね、こう修行して得得した精霊たちとの会話の中で、患者を癒していくということで、サナピアはアメリカの大学の学生たちが結構話を聞いたり、1979年、もうすぐ1980年になるっていうところまで生きてらっしゃったので、結構こうみんなの文献に載ってるそうです。で、そんなに調べられた彼女なんですが、実際に彼女の次のイーグルドクターがわからないそうなんですね。つまり彼女はこの力を誰かに委ねていないんではないか、後継者がいないんではないかと言われてるんですね。ですからその白人の学生の調べを受けることに同意したんではないかと。常日頃、キリスト教ではあったんですけれども、白人社会とは切り離されて独自の生活をしていた彼女がなぜ学生たちのその調べを受け入れたのか、それは彼女が持つその力を文献の中であれ残しておきたかったんではないかと言われております。不思議なんですよね。多分日本も昔はそういったシャーマンは多くいたと思います。今も地方に行けばまだそういった風習残ってるところも多くあると思いますけれども、本物のそういった能力を持つ人って会った時に分かるぐらいすごいパワーを放つと言われていて、サナピアもそういうパワーを放ってたと。白人の人が全く分からない世界なのに、サナピアの前では何かがこううわーっと立ってると、サナピアの周りに何か大きなものが見えるみたいなことを言ってるんで、そういった能力ないのに見れるって白人の自分で言ってるって、そのなんていうんですかね、調べていた学生たちは言ってたそうなんですよね。だからやっぱり何か持ってたんでしょうね。お母さんが11人の子供の中からサナピアを選んだって、そういった理由っていうのがやっぱりあるんだろうなって思います。今回はネイティブアメリカンコマンチ族に伝わるメディスンウーマン、イーグルドクターシャーマンですよね。それについてちょっとお話をしてみました。不可思議な世界って本当にまだまだあるんだなって思います。皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。